平成ジャンプのいただきハイジャンプ、2017年もよろしくお願いします。いやー、我々今年デビュー10周年ですから。僕思ったんですよ、はい、2017年改めてこうジャンプの絆というか結束を深めたいなということで。大事だよね、はい、だから10年間実は黙ってたってことを今から一人一人発表していく。一人一人、うん、ちょっと言ったら関係変わるよ今後。あの人バックダンク書いてるぞ。結束を深めるためにグループ内での隠し事をなくしたい。そこで今回はデビュー10周年を迎えるジャンプメンバーに今まで誰にも話していなかった隠し事を告白してもらいましょう。まずは山田涼介の10年目の告白。実はあなたのことが嫌いでした。ジャンプに入る前、デビューする前ですよ、うん、まあ、光くんと大ちゃんとよく遊んでもらってたのかな、うん、可愛がってもらってたというか、うんうん、まあ小学生ぐらいだったもんね。そうだね、そう、それで大ちゃんちとか泊まり行くと光くんがなんかこう意地悪でなんか部屋を真っ暗にしてお経を流したりするわけよ。怖がるから可愛いわけよ。最低な先輩だね。光くんとかがうわーみたいな感じで来てやめてくださいよ先輩みたいな感じで俺もうニコ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 してたから可愛いなこいつと思ってたかもしんないけど、うん、俺あん時の光くんのマジで嫌いだった。あの時期マジで嫌いだった。俺結構可愛がるのって俺だったけど、いやマジこの人苦手だわーと思って。ガチだったんだね、ごめんね。全然全然。10年目の告白、続いては最年長のヤブが岡本に謝りたいこと。 4,5 年前かな、はい、ケイトン家に泊まって、はい、で次の日履く下着がなくてパンツ、はい、でケイトに借りてそれを洗って返すよっつって、はい、ケイトのパンツを、はい、でそのままお母さんが洗ってくれたやつを今兄貴が履いてる。嘘やん。お兄ちゃん。どういうこと。まあ、パンツで言ったら俺も昔大ちゃんちよく泊まり行ってたじゃん、うん、ジャンプ内のパンツ事情、八乙女の告白で有岡の長年の謎が明らかになる。パンツ一着でしょ、うん、俺パンツね多分10枚ぐらい大ちゃんのも今持ってんだよね。だから俺パンツ少ねえんだ。パンツ少ねえんだ。パンツないなと思ったんだよ ね、 あのね結構大ちゃんのパンツ俺持ってんだ。なんでメンバーが誰にも言えなかった10年目の告白。デビュー10周年、今まで誰にも話していない秘密を告白後半戦。伊能の告白でメンバーも知らない意外な関係性が明らかに。高木と俺ってそんなに接点なさそうというか、まあ、なんかあんまりなんかさ、そうだね、プライベートとか、うん、なさそうじゃん、うん、1年に1回ぐらい電話するタイミングあんの。うん、なんかその用事とかで、あ、そうだね、その電話すると意外と話盛り上がって、うん、2人で1時間以上大体話してる。何話してる。おい、それ言うなって。どういうこと。超ギクシャクした関係の方がいいなって。岡本が10年目の告白。10年間ずっと隠し続けてきた衝撃の事実とは。まあ、デビュー当時ぐらいかな、うんうん、家に猫5匹ぐらい飼ってた。知らない、知らない。猫5匹ぐらい飼ってたんだけど、光くんが猫嫌いじゃん、ああ、だから10年間ずっと黙ってた。ケイトン家によく泊まり行ってた、うん、時に違う部屋に猫がいたってこと。猫部屋みたいのが怖っ。なんだけど、それ俺ら知らなかったよ。全然知らなかった。なんだけどこの前のイタちゃんで猫嫌いのロケやってたじゃん、うん、あれやってたからそろそろ言えんじゃねえかなって思って。いや5匹は無理よ一気に。ちなみに今回紹介できなかったメンバーの告白はご覧の通り。いただきハイジャンプ。